どでかい外資系のショッピングモールが田舎の駅前にドーンと立つ。みんな便利だ便利だってそこに集中する。儲かるのは外資系のショッピングモールだけだ。昔からある個人商店やアーケード商店街は客を取られてどんどん潰れていく。政府のお偉いさんが推し進めたグローバル化計画のおかげでな。終わってんな。もう終わってるよこの国。なんなんだよ国際協力って、グローバルって。というわけで終わってる国にようこそ。どうなってるんだろう。